1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。5月11日、長良川の鵜飼開き。例年5月11日から10月15日の期間に岐阜県長良川で鵜飼が行われていることにちなんで、その初日となる5月11日に制定された記念日。鵜飼は主に 3,4 人で構成され、松明の火で鮎をおびき寄せ、繋いだ鵜に鮎を取らせる伝統漁法とされています。鵜が捕らえた魚は鵜の食道で一瞬にして気絶させるため、鮮度を保つことができることから、鵜飼を用いて取れた鮎などは現在でも皇居、伊勢神宮、明治神宮などに献上品として奉納されるなど珍重されています。ご当地キャラの日。ご当地の語呂合わせにちなんで、日本ご当地キャラクター協会が5月11日に記念日を制定しています。地域の活性化を目指し、ご当地キャラ同士の連携を深め、それぞれのローカルキャラクターを全国に発信していくことが目的とされています。ゆるキャラとして活躍する熊本県のくまモンなど、協会未認定だったり協会非会員のご当地キャラクターも数多く存在しています。ご当地スーパーの日。ご当地の語呂合わせにちなんで、全国各地のご当地スーパーとその土地ならではの食品を提供している食品メーカーを応援している一般社団法人全国ご当地スーパー協会が5月11日に記念日を制定しています。近年では地元食豊かなローカルスーパーをめぐるご当地スーパーバスツアーなども人気を集めています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。